こんにちは、エウレカです。今回は歌マクロス衣装特別演出コレクションバサラの第6回メイキングレジェンド見てまいります。リン・ミンメイの功績を称えたドラマの出演に何やら引っかかるものを感じたバサラ、気になるドラマの内容とは。プレート見てまいりましょう。星5プレートありますね。はい、空中の救出劇フラッシュバック、民名の救出を再現したシーンの撮影に挑む2人、ミレヌは慣れない空中での演技に慌ててしまい、うまくバサラの手をつかめずにいたが、バサラは普段と変わらないようだ。まあここら辺の空中の救出劇は、まあ、それこそね、あのフロンティアでね、なんだランカちゃんもなんかこんな感じのシーンありましたからね。なんかバサラってこういう顔のような気がするんですよね。あんまこういう顔じゃない気がするんですよね。とってもいいと思います。とってもいいと思いますよ。あとは星音プレート2種類かな。俺は降りると、もう種類おとぎ話のような史実。なるほどなるほど。あとプレート、エピソードプレートが星6にレアリティアップしてるのもありますね。一応育ててるなここら辺は。あ、見切れ花束の少女。見切れってほどでもないか。もうずっとね、最初から最後まで出てきますからね、この子ね。50話の間ずっと出続けるっていう、なんかある意味なんか、メインキャラになってしまってる。はい、手ぶつけた。学園へ移動してまいりました。ネキバサラ衣装所持数29分の28。これがちょっとモテてない衣装が1着あるわけですね。悔しいんですが、まあとにかく、はい、もう時間がありません。特にとにかく、見られるものを見てまいりますよ。バーニング熱いぜ。イエース。切り替えると、そして頭でいくぜ。ということでボイスは3種類ございますよ。見てまいります。パイロットスーツ、なんか サンダルっぽく見えるけど。一応サンダルではないな。パッと見ね、なんかここにあのナイキとか書いてありそうな、そんな感じには見えてしまいますが、まあパイロットスーツですね。めっちゃパイロットスーツです。なんかまあカジュアルバサラじゃない、こういうこれはこれで、ね、面白いのかもしれないですけど、ここら辺になんか多分こう酸素かなんかがつながるんでしょうね。ノズルをねぶっ刺してね、空中宇宙空間でも呼吸できるようにってしてるんだでしょうね。この肩パッドもね、肩パッドですね。まあ確かに光くんとかのねパイロットスーツもこんな感じの肩パッドはついていたような気もします。はい、縦向きも見てまいりましょう。パイロットスーツ似合わねっちゃ似合わねえな。ね、毎度毎度ねカジュアルなねあの衣装ってのもなんですけど、まあこういうのもいいかなと思いますけど、あんまり似合わないな。ヒカルくんとかの方が似合うような気します。ではシミュレーションライブで特別演出見てまいりましょう。プラネットダンスのユニットバージョンですね。特別演出はバサラがセンターじゃなくても出ます。そしてこれは訓練ではない、十分に注意しろ。バサラ単体でも、まあ単体というかね、そう衣装のね指定がなくとも特別演出が出るようになっておりますので、今回はねワイプを
2つ用意しております。もう丸々通常バージョン、まあ、あのバサラも入れない状態で、さらに、バサラを入れた状態、そしてメインで映っておりますのがバーニングエース、あれバーニングエースよかったかな、はい、今回のその特別演出対応の衣装ですね。うん、なんかもうそこまでワイプしなくてよかったかなっていう感じもう明らかにステージが変わってますからね一応ねこの衣装着てないバージョンだと、あの背景演出としてね、グババとかバルキリーとかギターとかベースのイルミネーションが追加されるようになっておりますが、もうこれ衣装着たらねそれ一切なくなっておりますから、そのね、個人での特別演出とこの衣装の特別演出が共存することはないっていうことが分かりましたね。そして一番最後のアングルは違うな、確かにこれは違うっぽいですね。いやー、こういうパターンがね一番困るんですよ。すごいわ、ユニットでなおかつそれでも個人での特別演出、衣装指定なしのね特別演出があって、さらに衣装でのってなるとね、このパターンのね検出がねもう大変なんだわこれもねワイプ取るのにね2つぐらいボツになってますから、たかだかワイプ作るのに、ああこの組み合わせじゃダメだった、失敗したみたいなねそういうのを何度も繰り返しておりますが、はい、今回はバサラ君がメインだったんですけど、ミンメイさんがメインになっちゃいましたね、通称ゴム手袋ミンメイでございますトイレ掃除するやつねはい、ということで、まあ、今回のはもう完全にステージバサラ君の、バーニングエースに関してはステージが変わるという特別演出でしたが、まあそうじゃない演出もありますよということで、見比べができてよかったですはい、これからもね頑張って、まあ次はねバサラ君の衣装を全部コンプリートするぐらいまでバサラ君をメインでやっていこうかなと思っておりますので、バサラファンの方はぜひこのままお付き合いください。よろしくお願いいたします。そうしましたらご視聴どうもありがとうございました。